G ドライバー。シリーズ史上最も空気抵抗が少なく早く振れる高速ヘッドが誕生。クラウンにはトンボの羽の構造を研究し開発されたドラゴンフライクラウンテクノロジーを初採用し、前作に比べて約 8g の軽量化に成功。薄くて耐久性に優れた極薄クラウン構造へと進化した。この余剰重量を使用してパフォーマンスを犠牲にせずに重心の最適化を図り、さらなる心底重心を実現。その結果、 G ドライバー史上最大級の完成モーメントと寛容性を誇るドライバーが完成。さらに空気抵抗を減らすため、クラウンの後ろにはボーテックと呼ぶスイング中に発生するヘッド後方部の空気抵抗を軽減するテクノロジーを初搭載。風洞実験と多岐にわたるテストから導き出されたこの革新的なテクノロジーによって、かつてない高速ヘッドが完成した。クラウン上部の進化したタービュレーターとヘッド振動を抑える効果もあるボーテックとの組み合わせは、インパクト時に前作との比較で約 37% 空気抵抗を軽減。この恩恵によって初速を高め、最大飛距離を実現する。そしてフェースには超軽量で高強度を誇る T9S チタンを採用。インパクト時のフェースのたわみが最大となり、さらなる初速と飛距離アップを実現する。ホーゼル部分には軽量スリーブを採用し、プレイヤーの好みに応じて最大プラスマイナス1度の範囲で最適ロフトに調整が可能だ。新しい G ドライバーは3種類のヘッドをラインナップ。まずは高弾道のスタンダードタイプ。重心がややフェース寄りで低スピンで飛ばせる LS テック。そして重心がヒール寄りで直進性に優れた SF テック。進化したタービュレーターが初速を上げる。ピン、ニュー G ドライバー。ギアチェンジしよう。